テーマ、祭りの思い出、何かありますか？行かないもんな。私も行かないもんな。行かないです。あ、一個出てきた。家族でお祭り行って、あ、よそ見して歩いてたら、はい、トラックにぶつかった。それも止まってるトラックね。あ、止まってるやつですね。そう、すごい後ろに終始に一生を得たみたいな。ガンって。横向いて歩いてたらガンってそのままと。わあ、よかったですね。異世界転生とかしなくてね。濡らさないと無理です。入れるだけなんだ。あらいい、色に染まって、なんかわいい、なんか愛着が湧きますね。工藤咲のステマ。頑張って。今日ご紹介しますのは、はい、これです。じゃあ、なんだろう、わ、なに、かき氷シロップと、わらび餅、涼しい、をこの涼しげなやつを使って作る SNS でバズったあのレインボーカラフルわらび餅です。夏っぽいね。SNS で見る限りめちゃくちゃ色も綺麗だし、涼しげで美味しそうだなと思って、まあ、今日見た目だけでしょ。見た目だけでしょ。でもすごい簡単に作れるんだってさ、うん、このシロップもなんかいろんな種類があってですね、はい、私が買ったのも300円しないぐらい、290円ぐらい、で、どうせ全部同じ味だよ。違うんですよ、個包装でね、これは3色入ってる。え、かき氷シロップって色違うだけでみんな同じ味らしいよ。え、味でそうだ、だっていちごとかメロンとか言ってる。それも視覚的に操られてる。うっそ、ほんとに。え、これさ、枯らしたらもうさ、大変なことになるよね。服とか部屋ついたら取れないんじゃない？危ないよ。ですよね、ちょっとやだよ、うん、その白を基調とした家具が汚れてしまう。うわぁ、これを入れていくんですが、あ、そのまま水で、バラバラにして入れましょうってね、あのネットの作り方にあったんで、めんどくせえと思ったんですけど、これは多分ね、濡らさないと無理です。濡らしてきました。はい。ポロポロになりました。はい。はい。散々触っといてくれました。何色に染めてやろう。何色にしてやろうか。もうそれ入れるだけなんだ。そう、入れて、10分から1日待つんだって。ちょっと幅ありすぎかと思ったんです。10分ででもね、だいぶ染まるらしいんです。それだけこのかき氷シロップたちの染める力がやばいんじゃないですか。これがもう浮かれ YouTuber だったら、うわーっつって2、3人でね、部屋中ぶちまけて壁大変なことにするんでしょうけど、こんな感じです。あそこ、もちろん、あ、いい、見える見える見える、あー、青い、で、うわー、おー、入ってる。もう染まってきた感じするけどね。うん、うん、そろそろ取り出していきましょうかね。あー、綺麗綺麗綺麗、透明感あってね、うん、いいですね。あらー、いい色に染まって、あら、かわいい、なんか愛着が湧きますね。じゃーん、うわー、すごい、宝石みたい、綺麗綺麗。あ、チョコ固まっていい感じだ。でした。ダメでした。まあまあまあ、まあでも、いや、いいよ、テンションは上がるよ、これ楽しい。これはね、うん、子供とかね、すごい楽しいと思うよ、うん、アラサーでもこんだけ楽しめたのか、一人でも一人でも、ここに誰もいないのに楽しめた。そう、ステマは毎週水曜日配信です。番組の裏側を綴ったマッティのステマの裏側をノートで絶賛公開中です。チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。水平で見たら綺麗。綺麗綺麗。綺麗綺麗。真上から見たらもうお化け物。